はようございます。こしつぶチャンネルです。サイコロ切符の旅2日目、城崎温泉の源泉からスタートです。それでは行ってみましょう。城崎温泉の源泉はこちら、温泉寺の手前にある薬師源泉から出ています。現在は深い井戸を掘って汲み上げているようです。開湯1300年の歴史を持つ外湯が有名な城崎温泉ですが、画面に出ているようにおよそ7つの外湯があります。外湯ごとに営業時間、定休日が決まっているようです。昨晩は露天風呂が有名な御所の湯と、とても熱くて深い柳湯のお湯をいただきました。薬師源泉の前には香の湯があります。城崎の外湯で駅から一番離れた位置にあります。そばにバス停があるので、ここから外湯巡りをしながら温泉街を歩くのも良さそうですね。香の湯にはコウノトリが足の傷を癒したと言われる伝説があるそうです。他の外湯にもこのような説明板が設置されているので、各外湯のルーツを知るのに見てはいかがでしょうか。薬師源泉に戻ってきました。薬師源泉は温泉寺の門前にあります。温泉寺は山の中腹にあるので、城崎温泉ロープウェイに乗りましょう。本数は1時間あたり3本程度ですが、臨時便も運行されるようです。最終便は16時台ですね。乗り場までは少し長い階段が続きますので、時間に余裕を持って訪れましょう。まだ上です。階段の下に貸し出し用の杖があって、そんなに登るのかなって思ってたんですけど、階段を結構登ってしんどかったです。城崎温泉の町並みを眼下に、途中温泉寺を通って大師山の上まで行くことができます。待合室にロープウェイのロープが展示されていました。実際に近くで見るとかなり太さがありますね。用途ごとに直径が異なっていて、いくつもの鉄心がねじるように束になっているのがよくわかります。こちらは売店でよく見る飲み物の冷蔵ケースなんですけど、下の段に遠く離れた黒部の水があります。黒部の水の陳列数がすごいですよね。なんでですかね。城崎は黒部ダムの工事に携わった関西電力初代社長の故郷みたいです。このロープウェイの開業にも関わっているそうです。この駅の前にも小さな記念館があって、ちょっと気になって調べてみたらそういうことでした。だから黒部の水が置いてるんでしょうね、きっと。ゴンドラは黄色と赤色の2色みたいです。山麓駅から山頂駅まで標高差は 200m、 全長 676m です。所要時間は約7分だそうです。1963年開業当時から使用されている。各駅舎は重要文化財に登録されている歴史あるロープウェイです。ホームページにロープウェイの仕組みや歴史がとても詳しく載っているので、乗車前に一度チェックしてみてください。はい、おはようございます。暑い中ありがとうございます。行きましょうか。はい、どうも。はい、行ってらっしゃいませ。ロープウェイに乗車しました。頂上までの景色と温泉寺や城崎温泉にまつわる話をお楽しみください。皆様、本日は城崎温泉ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。それではただいまから
山頂駅まで城崎温泉の歴史をたどる7分間の空中散歩をお楽しみください。豊岡市のシンボルであるコウノトリが足の傷を癒したことから発見されたと伝わる城崎温泉は、今から遠く1400年の昔、除名天皇の時代、629年に始まると言われています。昭和38年に開設したこの城崎温泉ウォークウェイは、周回の駅がある全国でも珍しい構造を持っています。まもなく周回駅温泉寺が見えてまいります。温泉寺は今から1300年前、城崎温泉を開いた同志上人により創建され、以来この城崎を守ってきました。松代さん温泉寺の参道次号は天正10年聖武天皇より賜ったものと言われています。本堂をはじめ御本尊の11面観音像や千手観音像などが国の重要文化財に指定されています。まもなく温泉寺に到着します。揺れにご注意ください。はい、まもなく中間駅に到着いたします。こちら中間駅ご利用なさいますとお客様ございますでしょうか。よろしいでしょうか。皆さん参上ください。またこちら下りの方でもご利用できますのでご利用ください。こちら中央本下りの階段でございまして、こちらどうぞ。温泉の本堂です。答えのゴンドラ右の見えますこちら温泉の本堂、こちらは住所が決まると思いまして、さらに奥が重要文化財の温泉の本堂です。なんか乗ってるだけで城崎温泉の歴史を詳しく知ることができましたね。今見えている温泉寺は帰りに寄ろうと思います。このトレンドも、ね、過ぎます後ろに温泉街がある川の方が見えてきます。山頂に行かれましたらね、また、こちら河川の方でも景色が見えます。赤色のゴンドラとすれ違いました。ここから傾斜角が大きくなるそうです。眼下に城崎温泉の街並みが見えてきます。ゆっくりとした速度で温泉寺駅を出発しました。
The sky you saw here was the wagon and Michelin star. Please enjoy your time. 山頂駅に到着です。降りの際には足元に十分気をつけてお降りくださいませ。はい、山頂駅に到着いたします。この階段を上に上がってまいりますと、部屋の2階の客室の方がございます。こちらに出ていただきたいと思います。まだ露天の内側は乗車券確認がございますので、乗られた際だけね、ちょっと定時に戻っていただきたいと思います。この建物の上の方に展望台ございますけど、タイマー熱くなっておりますので、ご注意をお願いします。左の方にカフェございます、公園がございます。こちらにね、風景見えます。ご注意ください。では、一旦停止を行います。行きますよ。ロープウェイの山頂駅に到着しました。かわらけ投げ、かわらけ投げ、かわらけ投げのお皿を3枚購入しました。これを的に投げていきます。かわらけ投げは素焼きの陶器を高いところから投げて割ることで厄を落とすと言われています。お皿を購入したカフェの前にはかわらけ投げのゆえんや3枚のお皿に書かれている文字や意味が紹介されています。しっかり読んでから行きましょう。これをカフェで、見晴らしカフェで購入して3枚1セット250円で購入してから奥の院に、温泉寺の奥の院に行きます。ではまず参拝します。このままちゃんとやって薬よけ、吉祥、甘露という順番でちゃんと投げてください。けから行きます。1です。吉祥です。さよなら。甘露です。こちらはカニへの感謝と慰霊の意を込めたカニ塚です。城崎ならではです。また路線の際はマスク着用と、まだ乗車券確認ございます。ご準備のほどよろしくお願いします。タイムは山頂駅より10時30分発の改札を行います。それでは下り便で温泉寺へ向かいます。乗り場のすぐそばに登録有形文化財のプレートがあります。窓越しに機械室を見せていただきました。すごいですね。途中下車して温泉寺にやってきました。一角本山って書いてある。時間じゃないのにロープウェイのロープが動いています。来るということでしょうか。一度ロープウェイ乗り場に行ってみましょう。
時刻表にはこの時間の運行は書かれてないので、やはり臨時便のようです。前を巡れ、外へ巡り、宿から浴衣に着替えて下駄を鳴らして温泉街をたどろ歩き、これが古くからの城崎温泉の流儀です。また歴史と文学と筆読む本日はご乗車誠にありがとうございました。降りの際には足元に十分気をつけて降りくださいませ。ロープウェイを後にして城崎温泉駅へ向かってます。暑いのでタクシーに乗りました。はい、というわけで温泉と文学の街を後にして旅の目的地アマルベ駅へ向かいます。レッツゴー。城崎温泉駅の待合室には城崎温泉の湯治や街並みにまつわる紹介が書かれています。兵庫県の鳥でもあるコウノトリの紹介もありました。映像には映せなかったんですけど、今回の旅でも見ることができましたよ。この後乗車するのは11時56分発普通鳥取行きです。余部までの所要時間は 3,40 分程度ですかね。短い車両なので座席を確保して車両で待つのがおすすめです。もうすでに結構乗られてますね。城崎温泉駅で面白いものを購入しました。 JR 西日本エリア24の駅で懐かしの列車をデザインした入場券が発売されています。ここ城崎温泉駅では特急城崎が発売されていました。サイコロ切符の目的地までもうすぐです。初めて行くのでとっても楽しみです。青春18切符、サイコロ切符の利用なのか、この駅で多くの方が下車されます。はい、というわけで最終目的地である余部駅へ到着しました。これから2時間半ほど時間があるので周辺を散策したいと思います。ではまずここを歩いていきます。行きますよ。余部鉄橋と風の関わりがこんなところにあります。地上から約40メートルの位置にある余部鉄橋、とても綺麗な景色ですが、旧橋の時代に強風の影響で列車が地上に転落した痛ましい歴史があります。今歩いているところは旧橋整備した部分です。この先にはエレベーターがあり、地上に降りることができます。乗車中は気づきませんでしたが、今の鉄橋は緩やかにカーブしていますね。足元には高さを感じられるように覗けるような工夫もされています。エレベーターで地上に降りてみましょう。
地上に降りてきました。今歩いてきた部分が余部クリスタルタワーです。エレベーターホールには定期列車の時刻表や豪華クルーズ列車の通過日時も掲出されています。クリスタルタワーの営業時間外は徒歩で駅を利用することになるのでかなり大変そうです。地形の紹介と鉄道を開通させる苦労が紹介されています。確かにすごいところを通っていますね。1910年に架橋された旧橋は土木学会の戦勝土木遺産に認定されています。現在も旧橋の土台など一部の構造物が周辺に展示されています。足元の階段は枕木が再利用されてそうです。地上から上を見上げてみると橋梁の曲がり具合がよくわかります。道路を挟んだところにも橋梁の一部があります。何やらパネルらしきものがあるので近づいて見てみましょう。こちらのパネルには余部鉄橋についての説明や架橋を架け替えに至るまでの余部鉄橋の歴史が詳しく綴られています。建設着工からわずか2年ほどで竣工されました。昼夜問わず工事が進められすごいペースで建設されたようです。完成後は強風だけでなく塩分を含んだ風や日本海の冬の厳しい寒さで保守が大変だったことも記されています。道の駅にも詳しい展示がありますので時間のある方はそちらも見てはいかがでしょうか。橋のふもとには道の駅余部があります。余部に来たらここに寄るのはマストですね。ここまでで約30分経過しています。残り2時間です。ここでお昼ご飯をいただくことにします。とてもメニューが豊富で何にしようか迷います。そうですね、決めました。では食券を買いに行きます。お昼ご飯が来ました。それではいただきます。私が頼んだのは空の駅定食です。つぶあんさんが頼んだのは黄身にとろとろご飯です。お昼ご飯美味しくいただきました。この後も散策を再開します。こんな綺麗な海なのに今回は入れないのが残念です。炎天下ですがホームに向かい列車を待つことにします。改めて橋梁の高さが分かります。先ほど下の説明にあった海岸で見られるような丸石、ホームに向かう途中に見ることができます。余部駅を後にして大阪に戻ります。1泊2日の旅はあっという間です。今回は2日間ともとってもいい天気に恵まれてとても暑かったんですが、綺麗な景色を見ることができました。城崎温泉駅を目前に、驚きの16分停車です。城崎温泉駅の乗り継ぎが2分なので、なんとも歯がゆい時間です。浜風3号の行き違いを終えてようやく出発です。次は城崎温泉駅です。
城崎温泉駅に到着しました。次はこちらの列車に乗り換えます。急行のとり22号新大阪駅、あと1分ほどで発車いたします。城崎温泉駅で特急行のとり22号に乗り継ぎました。ここから和田山駅までは昨日と同じ車窓です。城崎温泉駅から乗車しましたが、車内は空席が目立ちます。やはり豊岡駅からの利用が多いようです。ただいま和田山駅に停車中です。このような建物を見ることができます。和田山駅北側に広がるこの広大な敷地には、小さな小屋、丸い給水塔、レンガ造りの建物などがあります。こちらは1912年に建てられた機関車の車庫です。1991年まで使用され、現在に至っています。築100年以上の貴重な鉄道遺産を和田山駅では見ることができます。進行方向左の車窓に京都丹後鉄道の車両基地が見えてくると、まもなく福知山駅に到着です。福知山駅は全国的に数少ない特急列車乗り継ぎの特例駅です。この駅では特急列車同士の連絡が行われます。こちらのホームには天野橋立発京都行き特急橋立号が、向かいのホームには城崎温泉発新大阪行き特急こうのとり号が止まっています。特急列車同士の連絡が頻繁に行われており、各方面に向かう利用者の利便性が図られています。城崎温泉天野橋立方面も同様に行われています。列車は福知山線を回送しています。大阪まではおよそ30分です。浜風の車窓と比べると正直見どころはありませんが、道上駅の先に急線の名残を見ることができます。昔はここから向こう側に沿って山あいを縫うように走っていたそうです。この辺りが急線との分岐点だそうです。左方向に伸びているのがはっきりわかりますね。尼崎駅手前で東海道本線と合流します。山陰本線と福知山線の旅はここで終了です。1日ぶりの貨物列車、長い編成を見るのも久々です。左に見えてくるのは遥かや黒潮、貨物列車などが通る東海道支線です。この先に広がる梅北エリアの開業に伴って地下に移設されるそうです。
この辺りも目まぐるしく変化しています。ビルもどんどん建設されていますね。大阪駅に戻ってきました。サイコロ切符の旅、想像以上に楽しかったです。普段の交通費の半額で楽しめて最大3日間も使えます。また機会があればサイコロを回してみたいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。 Twitter、Instagram もフォローお願いします。